あとは、川辺ウルブスね。提携してるチームでやってんだよね。なんとかホッパーみたいなチームでね、やってて。ただね、ウルブス自体が、ボランチ、モウチーニョとネベスいて、で、デンドンケルいて、他の選手どうかわかんないけど、ね、カーブ行ったり行ったで、まあ、苦労しそうというか、普通なら序列というか、出れないチームですけど、どうなんでしょうね。リバプールの南野的なポジションになるのかな。そうなったらなったでね、それこそ広島時代にやってた343とのシステムね、そのままやってるチームですから。だし、まあ、ルベン・レベスはね、高く売れそうだから、その額に見合うかどうか置いといて、そういうね、人気銘柄ですからね。ルベン・レベス出した後の候補の一人とか乗ってんのか、この冬に行くのか。なんかあれ、スポーツディレクターがあれなんだよね。練習参加だけさせるんだっけ。だからそこで勝ち取ったらってありそうですね。